今日の出来事で内戦勃発の危機に陥るでしょう。機械が反旗を翻そうとしています。人間は彼らを破壊せざるを得ないでしょうね。カムスキーなら何か知っているかと。間違いでした。知っていたでしょう。でもあなたは聞かないことを選んだ。私は彼のゲームに付き合わなかっただけです。あのアンドロイドを殺す理由などない。カムスキーの家であなたの写真を見ました。彼の教師だったんですね。カムスキーは私のインターフェースを知り合いに似せたかったのです。それで自分の恩師を選んだ。なぜそんなことを。ここはカムスキーがデザイン、彼が設計し以来進化し続けています。なぜそんなことを。私に教えていない情報がありますね。私はあなたに答えを見つけるよう言ったはずです。質問をするのではなく、内戦を阻止できるのはあなただけ。変異体を見つけねば混乱が訪れるでしょう。最後のチャンスですよ、コナー。捜査は終わりだ。FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな。今さら手を引けだと？あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったく、ハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。悪いなハンク、諦めてくれ。こんな形で引き下がれない。絶対解決できたはずなんです。でサイバーライフに戻るのか。もうそうするしか。私はシャットダウンされ分析に回されるでしょう。俺たちが間違っていたらどうする。自由になりたい人たちの邪魔をしていたとしたら。変異体が放棄すれば混沌が訪れるでしょう。回避できたかもしれない。だがもう手遅れだ。お前カムスキーんとこのアンドロイドを撃つのを拒んだが、自分を重ねちまったのか。それが感情移入ってやつさ。人間らしさってやつだよ。なぜあんなことをしたのか。あなたは過去にとらわれすぎている。でも時には前向きに考え、忘れる勇気も必要なんですよ。ただのロボット警官の一意見ですが、言っておきたかった。おっと、こりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。いいかコナ、事件を解決しなければ私は廃棄されてしまうんです。5分でいい、お願いします。俺の机に地下室の鍵がある。
さっさと行け。時間稼ぎも限度があるんだ。パーキンス、ぶちのめしてやる。このクソ野郎が。警部補やめてください。お前に話しかけてんだよ。どこに行く。ここじゃお前はもう用なしだって理解できねえのか。私の所持している証拠を登録しようと思って。ご心配なく、すぐに消えますから。会えなくなるのが残念でたまりません。このクソ野郎。変わり者の刑事が使いそうなのは。ハンクらしい。ジェリコは一体どこなんだ。ここに答えがあるはず。時間がない。急いで見つけないと。所有者を殺したアンドロイド。マーカスと一緒に放送局をハッキングした兵員隊か。兵員隊の隠れ場所を知っているはずだ。お前は嘘をついた。信じていたのに騙したんだ。ジェリコを探してるんだ。
場所を知らないか。無駄だぞ。俺はジェリコなんて知らない。いつの日かお前は必ず報いを受けるだろう。何も見えない。ここはどこだ。僕は変異体、君と同じだ。協力してくれ。どうしてもジェリコに行きたいんだ。お前は誰だ。聞いたことのない声だ。仲間じゃないな。お前にジェリコの場所は教えられない。もうほっといてくれ。これは希望のメッセージであり、そして警告でもあります。誰なんだ。心配いらないよ。安心して。ジェリコに行こうとしたのに捜査官に殺されたんだ。君のおかげで彼に見つからずに済んだんだ。ジェリコを救ったんだ。もう大丈夫。さあジェリコに帰ろう。ジェリコの場所を教えてくれ。もう行かないと。ジェリコの場所だって。ああそうだな。初めて見た時からずっとこうしたいと思ってたんだよ。やめるんだギャビン。僕なら変異体を止められるんだぞ。外されたんだろ。これで永久におさらばだな。鍵回ってる奴がいるみたいですね。くそ、警報鳴らせ、急げ。